どうも、ゆるざです。それでは、デトロイト、ゆかみヒューマンやっていきたいと思います。そうですね。前回が、まあ、だいぶ選択多かったけど、まあ、最後に、ズラトコ。というとこで、まあね、ちょっとやっぱ腹黒そうな、長髪黒髪、丸っこい人。っていうのは、ちょっと普通に悪口になってしまったけど、悪人っていうのが強いねっていうのがちょっと分かったところで、次はそういう人用心しながらやっていこうかなと思います。それでは続きをどうぞ。さあ、この辺。あれ？傘持ってるね。ソフトウェア異常は赤マークは出なかったからまだいいか。また怒られるんだろうな、お前。行った後にもうすぐ壊れてんじゃん、みたいなね。言われんかな。いや、あそこいたか。また説教かな。もう説教になったらこの傘で。ねこんにちは。コーナー、待っていましたよ。少し歩きましょほう。う。あの変異体は非常に興味深い。捕まえられなくて残念です。間違いを見ておっしゃる通りです。私の力が及ばず。収穫はありましたか？そうだね。壁の地面に迷路のような絵やシンボルが描かれていました。他の変異体同様 RA9 に執着していたようです。他には？日記を見つけましたが、暗号化されていた。解読には数週間かかります。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。警部補との関係はどうなりました？コナーのコナーが破壊され入れ替わるのを受け入れられないでいるようでした。人間は死に対処するのが苦手です。また同じことが起これば苦労するでしょう。時間がありません。変異は広がり続けている。じきに世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。なぜかハンクと友情になってる。あら、どこで落とそうかな。その友情をね。車の中でさすがに寝てないよね。なもんか。これと。完全に外と交流する気がないね。じゃあ玄関から入りますか。あ、そっちは行ける。
あ、ワンちゃん。はあ。意識を失…意識を失ってる。はいはい、ここよし。意識を失ってるってどういうこと？ほら、僕は何もしないよ。ご主人の友達なんだよ。リアクションよね。ハンクの様子を確認。酔いつぶれたか？残り一発。なんでわざわざ一発か。ブラックラムね。ああ、いいね。ウイスキーいいね。ウイスキー大好きなのよ。アルコールの感じです。スコッチウイスキー。わずかな不整脈。ああ、外傷なし。警部補。昏睡ね。起きてください。どうしようかな。また叩く、さらに叩く。あなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。あんなビンタされたら痛いやろな。ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。えい、浴室に連れていく。とりあえずやれ、いい子だ。やれ。くそ、まずい、吐きそうだ。まあね、あんなもんね、がっつりそのまま飲んでたらね。いいから、って言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。引っ張る。何してんだ。風呂なんて入らねえぞ。すみません、警部補。あなたのためです。さあ、水を出しますかね。止めろ、水を止めろ。そんな仲良かったっけ、ハンクと。お前ここで何してんだ。43分前、殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが何か悲しくて、自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。捜査から外してもらえば他の担当がついて私も任務を遂行できます。はいはい、任務ね。それしか興味ないのか。あなたは今まともな状態じゃない。すぐに。余計なお世話だよ。さっさと出て行け。危ない危ない。茶化す。立ち去る。立ち去るか。そうですか。早く問題を解決されるよう心から願っています。その殺人事件、情報はあるのか。風俗店で男の死体が見つかりました。アンドロイド絡みの可能性があるそうです。あ、風に当たるのも悪くはないかもな。寝室から服を持ってきてくれ。すぐに持ってきます。分かってるじゃん。いいな。でもお酒飲んでそのまま仕事に行けるって最高やね。ちなみに僕は今飲んでるのはビールですね。ビール飲んでます。だいたい配信中とか飲むとしたらビールですね。ウイスキーはね、香りがいいやつがあるよね。香りが強くないとだよね。ヒッピー風ガラシャツボーダー。
ああ、ちょっとなヒッピー風着せてみたいよね。いいのかな。もうね、信頼とかもどんげでいいからね。まあでもヒッピー風で行った方が意外と雰囲気合うんじゃない？平気ですか、警部補。お前が水さらしたかいやろ。いい気分だ。すまんが、5分だけ待ってくれ。はい。まあ、心臓麻痺起こさなければ。さあ、ハンクのことをもっと知ると。そうだね。まあ、少なからず何かしら。ああ、理想だけどね。写真かなんかあればいいんだけどな、一番はね。まあ、雑誌は、全体的な動きだろうね。銃で何してたんです？ロシアルーレットだよ。やべえよ。ところがどっこい、その前にバタン級だ。運がいい、あと一発で実弾でした。いや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 、ロシアンルーレット、しかもマグナムで頭ごと吹っ飛ぶぞ。さあ、まあ立てといてやるか。どうせまたすぐ倒れるだろうけどね。ロシアンルーレットといえば僕はあれだな、たこ焼きやな。あ、この時間にこういうのね、まあ美味しそうな見た目じゃないから何とも言えないけど。息子？コンロアンダーソン。はあ、なくしてたのか。その原因がつながってるわけか。はあ、あら、似合ってんじゃん。いい子でな、相撲すぐ戻る。いや、あ、はいはいはい。ってことは、野球帽とかいろいろあったのは息子の方、息子の名残、あれもしかして。なんか可能性としてはなんかそこがつながるよね。はあ、じゃあちょっと続きもやっていきますか。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。ついてきて。なんだろう、すげえメタルギア感。いや、いいね。ハンクはとりあえず無事復活した感じ、よかったね。あれ、ショック指数するんだろうけどな。ちょっとそこストレスが甘いよ。ちょっと壁張り付かんと。見られるなよ。さあ、ノースについていく。どうせノースしくるんだろうな。じゃあこっち気をつけて。あー、すごい、ドローンすごい。どうするんだ。別のルートを探す。動きがすげえ。
や、それ絶対バレるってその明かりだったら。さあ、ちょっとノースについていくって書かれてるからね。いや、バレるっしょ。さあ、サイバーライフ、ウィー、これちょっとミスったら終わりだね。ほい、これだったら上から頭に降りてドーンってするのもありかなと思ったけど、さあまだまだ侵入が続くね。これ人間やったらね、やっぱある程度体鍛えてる人じゃ無理だよね。ああ、ん、マークがよし出てこないそんな滑り込むほどかっこよくはなかったけど、スピード感は。サイバーライフの倉庫、必要なものがあそこに。ドローンを何とかしないと。いや、絶対バレてるよね。僕がやる。さあ、ドローンを排除する。さあ、予測。いや、さすがにこれはさ、無理や。だよね。そりゃ見つかるわな。まあ、まずは、まあ、こっちだろうね。高すぎる。高すぎるか。で、あ、もうそれでそっち行く？やっぱ届かないよね。まあこっちだよね。いや、遠すぎるよね。分岐が、分岐これだけか。ちょっと待って、これ乗ってで、こうと、あ、はい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 、で計算。いや、そんなうまくいくの。ほぼ見つかってるような感じだったけど、おお、いきなりですか。平気か。ああ、平気だ。やるじゃないの。あ、評価上がった詰め込むんだ、できるだけ入れろ。あの、地雷踏んで怒られたからね。いや、ナイフってやっぱこういうの見ると便利だよね。アンドロイドか。あなたたちは私有地に立ち入っています。施設への侵入はレベル2の違反行為。この情報をセンターに送ります。ジャーン、たく、あの機械はどこ行きやがった。ジョン、協力してくれ。ジョン、最初はドローンで、お次は勘弁してくれよ。
いやちょっと危なかったね。そろそろここから脱出するぞ。ブルーブラッドを探せ。これじゃまだ足りない。さあもっと早く早く。いや今のさっきのあの判断っていうか短さはちょっとびっくりしたな。アクション性っていうか、もっと大きな箱。いやこれちょっとやばくない？これしかない大きな箱ないね。調べるしかない。ほい、へい、よし。コントローラーがちゃんと反応する。こう全力で動かしとくかいな、コントローラー。さあ何が入ってるこれには。あー新しい型か。味方を増やすか。なぜか評価が上がった。部品はいただいた。行こう。めちゃくちゃ評価上がったね。まあ悪い知恵は働いてたってことか。そいつは敵よ。信用できない。危険を犯したのに置いていくのか。一緒に連れて行くなんて危険すぎる。GPS どうかな。まあいいか。連れていく。もっと部品を手に入れたくないかい。どういう意味だ。トラックだよ。生体部品がぎっしりだ。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。鍵はどこにある。あそこの制御室にある。人間の警備が2人、気づかれずに鍵を盗むんだ。マーカス、自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。逃す手はないでしょう。俺たちがやられたら残されたみんなは。そんなの危険すぎるだろう。うん、鍵を手に入れよう。10分で僕が戻らなかったら行ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。結果上がるという。犬がいる。そこはちょっとあれやな、まずいな。ってなると、制御室には多分トイレっぽいよね。ポーズ。あれか。
ガードを脅す。いや、今の音でやっぱ気づくだろ。甘い。蹴る。一発だね。はい、上。ギリだね。よしよし、大丈夫だね。気絶だ、気絶だよね。よしよし、逃げろー。いやー、危なかったー今の。いやいや、こんなのんびり走っちゃったらいかんやろ。鍵は。やった。さあさあ、指紋、指紋関係ないな。いや、やっぱ攻めていかんとね、こういうのはね。やるなら徹底的にやらないと。いや、でも成功してよかった。めっちゃ早いのよ。おお、一応周り見れる。そうか、気絶してるからか。あ、これ気絶してなかったら郵送予定ないぞみたいな感じになるのかな。やったぞ、トラック丸ごと盗んでやった。これだけあれば全員助かるな。全部マーカスのおかげね。悪人の敬意はもらえるんだね。このジェリコにやってきた。だが実際は見つからないことを祈りながら、起こりもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。そんな自由はいらない。笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。俺はただの機械じゃないんだと。俺は生きている。もうその事実を奪わせはしない。人間に服従する日々は終わりだ。彼らに真実を伝える時が来た。俺たちの権利を取り戻すんだ。俺たちは生きている。俺たちに人権を。俺たちは自由なんだ。さあ、大事件勃発ですね。アンドロイドがしかも味方引き連れて、さらにね、パーツも丸ごと持っていくという、いやー、さらにね、情勢を悪化させたと言っても過言ではない状況だけどね。まあでもそうだね、なんだかんだ、いや、めっちゃなんか飛ぶのあるね。サイバーライフたどり着く。アンドロイドを使う。はい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 。ってことは、速攻で、なんか事件起こすとこっちに行く感じか。
で、エンディング的にもトラックは盗めず、はあ、まあまあまあ、ちょっとね、マーカスはやっぱ、こんな感じになっていく感じか。まあまあ、ちょっと楽しいですけどね。じゃあ、多分もう1話ぐらいいけそうなんで、次を見ていきますか。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だとここです。そうか。よし、そんじゃ行くぞ。ちくしょう。ああ、ハンクとなんか友情は芽生えてるんだね。意外とあのハンクの格好に何も言わないんだよね。道理でお前が来たがるわけだな。喜んで。ったく。まあ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 、最初の頃にも言ったけど、技術の発展は基本エロと戦争やかいね。はあ、すげえ。男性型もちゃんとしてるんだね。さて、まさかライセンスを取り上げるつもりか。俺は関係ないっての。まだ事件の捜査中ですから、今はまだ何とも言えませんよ。ハンクについていって、ほら、あの部屋だ。おっと、あ、それとギャビも中にいるぞ。ああ、最高。死体にクズ野郎のおまけとは気が利くね。んで、あ、ハンク行かないよ。アンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何してんだ。アンドロイド絡みの事件担当ですから。そうか。だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。ご丁寧にどうも参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。失礼します。さあ、現場調べますか。分析から。おいおいおい、お前それかなり気色悪いぞ。俺もボタン押してびっくりしてきた。さあ、ブルーブラッド。ナンバーがわかると。で、診断。深刻なレンジ。まあ、何かで殴られた。あと、なんか、調べれるのあった気がしたけど。マイケル・グラハム。重度のあざ。刺殺の跡。心拍停止。さあ、再現しますか。さあ、どういうことが起きた。犯人はアンドロイドで間違いなさそうだけど。心臓発作ではありませんね。絞殺です。ああ、首にあざができてるな。でも激しいプレイをするやあざくらいできる。いるからね、世の中そういう人がね。メモリーを読んでみたらどうか。いるのよ、そういう人が世の中。何かわかるかもしれん。やっぱこっち戻るか。やってみます。接続して再起動が必要。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してみろ。
激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下、何か情報を引き出せればいいんですが。そうか、知恵を使わにいかんか。担当直に質問したいことがあるんだ、話せるかい？あの人死んだの？何があったか教えて。私のこと殴り出したの、何度も。君がやったのか？違う、あれは私じゃない。部屋に一人きり、他に誰かいたのかい？あいつ 3P がしたいって。私のもう一人いたの。その子が彼の首を絞めて殺したのか？さあ、もう一人いたと。もう一体いやがったのか。1時間も前だ、もう逃げちまっただろう。いえ、気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのが。簡単には見つけられないでしょう。ああ、クソ。方法はあるはずだ。そいつが部屋から出てったのを見た奴がいるかもな。そんじゃ、俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら俺を呼べ。角度的にはそこか。会社は顔見知り。確か来るのは 2,3 回目くらいだな。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。みんなやることやったら帰っちまうしな。アンドロイドは人間の質問、指紋が必要。じゃあちょっとハンクさん、その腕貸して。 1,2 ヶ月前一人逃げたな。すみません警部補、ちょっとこちらに。見つけたのか？多分。ちょっとハンク頼むわ。ふざけんなコナー、そんなことしてる場合か。お願いです、私を信じて。お金は払わんけどね。こんにちは、ワンセッション30分30ドルになります。購入を確認してください。どうやって経理に説明しろってんだ。それは経理で落ちんわな。そりゃどう。選んでくれてありがとう。ついてきて、お部屋に行きましょう。でどうすんだ。さあ調べますか。おお、すっげえ。あ、出てきた。青髪のトレイシーという名のアンドロイドは入り口に向かった。これだけか。見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけないと。3分、入り口。おい、これを調べましょう。本当にわかる。ぐるーっと回る。違うね。いた。奥に行ったね。アンドロイドがどっちに行ったか分かりました。だったら行け。これだけアンドロイドがいるのに青い髪のアンドロイドを見たやつなんて探せるのか。方向は分かりました。目撃したアンドロイドをもう一体見つけるだけです。
いや、こっちではない、こっちか。ハンクに頼む。今どんどん30、60、90って溜まっていってるからね。赤い部屋に向かった。よし、時間がない、急ごう。赤い部屋から、いた。いや、いないか。うん、調べよう、他を調べよう。中心じゃダメか。どこかで間違えたのかも。ハンク120ドル。さあ、120。ああ、意外と。おっちゃん邪魔だに。これじゃない。ダメです、また見失いました。こっちかな、どうだろう。あ、いた、さらに奥。よし、さあ、150ドルぐらいも支払ってもらいますが、大丈夫かな。いやー、ハンクさん豪遊っすな。入ってきてで考えると、角度的にはこの男性かな。ハンクさんも慣れてきてるだろうね。今三角が見えた気が、違うか。何も見ていない、どこかで間違えたのかも。こんなに高くついた操作は俺のデカ人生でも初めてだね。すまんな。違う。いや、残り時間が足りないか。部屋に隠れた。出て行った。一緒か。出て行った。何も見ていない。どこかで間違えたのかも。あ、マジか。作戦の扉を使って逃げていった。ありがとう。わかりました。ついてきて。どこどこどこ。スタッ。あ、あったあったあった。すまんな。ハンクすまんな。待て。ん？俺が先に行く。大丈夫？逃げられ
た。どうだろうな。髪の色を変えれるからね。使えるかなと思ったけど、そんなことなかったか。たくひでえな。散々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。さあ、ブルーブラッド。さあ、痕跡はこのまままっすぐか。永遠に行け。これはいいかな。ここに来た。いたね。おい、動くな。さあ、なんで殺す必要があったのかってことやね。あべ。したの。この子は何も事件とは関係なかったのに。あいつがあの女の子を殺した時、次は私だって思った。すごく怖くなって。あいつ私のこと殺す気だった。だからあいつの首に手をかけて思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。確かに殺したわ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。だって生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。人間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。
なのに、あんたにこの子を奪われた。愛してた。愛してたのに。無慈悲はい、ということで変異体が死亡ということで、まあ変異体ゲットしてどうにかしたいなっていうのもあるんだろうけど、そもそもあの状況だったらっていうのもちょっと気になりはするけどね。アンドロイドはあれなんだね、確か腹部にあのソケットか何かが入ってたのよ。だからそれを取ったらとか、多分それを抜いたら同じように死んでしまうんで、人間と。多分だからお腹のあれだったかな、確か。か名前出てこない。マーカスの時もなんかすぐ節電っていうか電気のやつ取ってたもんね。いやー、どうかな、この変異体を倒したことによってどうなるか。まあマーカスは相変わらず中立に戻りつつあるけどね。なんで見逃したら選択が出てきて、一番下に行くことはないのか。やっぱ真ん中に逃がす、逃げるのかな。ここで取り逃がしてっていう展開だろうね。うん、なんかそんな感じがするね。まあまあまあ、ということで、ね、今回ちょっと悲しい結末になってしまいましたが、今回はここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでの動画のご視聴ありがとうございました。いやー、なかなか展開がね、どんどん倒れていくって展開になってるけど、まあ、ちょっとそのあたりも次回楽しみにしながら頑張っていきたいと思います。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。